2021年4月、ついにアニメーション制作が発表されました。原作第6部にあたるジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン。本日は本作の新情報解禁配信イベントと題しまして、 YouTube より全世界へ本イベントの配信を行っております。早速本日のゲストにご登壇いただきましょう。空城ジョリーン役、ファイルーズ愛さんです。ジョジョの奇妙な冒険、さあ愛ちゃんやってきましたよ、はい、ね、ついにですね。まず振り返りますと、4月4日のジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの制作発表、かなり反響あったと思いますが、はい、まずはじめに私の方から本作アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのあらすじをご紹介いたします。いかがですか、ファイルズさん。そうですね、やっぱり制作に携わるメインスタッフの発表をここでさせていただきます。さて今ご紹介したメインスタッフを代表して、本日はこの方にお越しいただいております。総監督の鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めて携わることへのちょっと気持ちをいただいてもよろしいですか。まあ単純に因縁が終わるので、今までのシリーズの最初の印象でしたね、はい、そうか、再会になりますもんね。そうなんです、そうなんです、うん、どういった体制で制作に臨んでいらっしゃるんでしょうか。体制ですか、うん、体制は、まあ、今まで特に変わることはないんですけれども、新しく入った方々もおられるので、はい、まあ、その人たちにはこういう特徴で作品作ってますよっていう、うん、まあ、説明をさせていただいて、まあ、日々作ってるって感じですね。ちょっと気になるのが、今回のストーンシャンって結構こう女性同士のこう際どい会話だったり、うん、生々しい面もあると思うんですけれども。そうですね、ええ、基本的には変更せずに、やっております。お、はい、じゃあシーンの会話もこのシーンのやり取りも忠実に、うん、あら、いろいろ言っていただいてます。はい、楽しみですね。それこそ、ね、ガヤ撮りというか、はい、やっぱの時とかは、うん、キービジュアルもこの場で発表させていただきます。こちらです。あーあー泣いちゃうな、これは。1分休みたい。ちょっとじゃあまずクールダウンしてきたいぐらい。じっくり見ていただいて。はい、ね、もっと近づきたい。近くで見ます。ガオンして空間削り取ってモニターここに持ってきたいですね。PV を初解禁いたします。それではご覧ください。